はい、どうも、大阪神戸スパーズです。神戸スパーズの藤です。大阪スパーズのしゅんしゅんです。はい、今回はローンウォッチ16の2をやっていきます。まずはスターリングからいきましょう。スターリングは、インバネスカレドニアンシッスル戦とダンディ FC 戦に出場で、インバネスカレドニアンシッスル戦は、61分からの出場となっていて、この試合はあんまりですね、なんか一生ジャンプして競り勝って競り勝ってっていうのを繰り返してはいたんですけど、なんかそんなボールしか飛んでこないのが見ててすごい辛いなって思いました。確かにね、いい状態でボールもらえないですもんね。もらえても低い位置でドリブル突破する感じなんで、難しいですね、スコットランドは。はい、そういうのはインバネスカリグニアンシッスル戦で、次が、ダンディ FC 戦なんですね。ダンディ FC 戦は、68分からの出場となっています。まあ、この試合良かったシーンは1個だけあって、味方のおとりになったランニングがあって、そのおかげで味方選手がフリーになってシュートを打てて得点できたっていうシーンがあって、それはフォワードとして動きがすごい良かったなっていうふうに思います。ただまあ他は特になかったですね。ボールが来ないです。あの動きは非常に良かったですね。右から左に移動して、相手ディフェンスの引きつけ方がやっぱうまいなとは思いましたね。それだけです。というのが、はい、ダンディ FC 戦です。で次がイエマですね。イエマは、ブラックプール戦、MK ドンズ戦、V ストルローバーズ戦、それぞれ出場となっています。はい、まずブラックプール戦は72分からの出場となっていて、右のセンターバックでの出場となってました。まああんまり攻め込まれなかったんで守備での仕事はなかったんですけど、浮き球のパスとか、よかったしてたらよかったのと、まあ攻め込まれてはいないんですけど、こうロングボールとかロングスローとか放り込まれてて、まあ、それは全部競り勝ってたりして、まあ、それは良かったなと思いました。途中出場でセンターバックで出て、まあ、いい安定感だったんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、まあしっかり持ち運んで縦パス送ったりとか、まあ高い位置チェック行って前向かせない守備であったりとか、そういったところがあったんで、まあまあ途中交代でセンターバックで入ってきてよかったんじゃないですかね。はい、というのがブラックですね。次が MK ドンズ戦。 MK ドンズ戦は63分からの出場になっています。この試合最初は途中交代で入った時は3バックのうちの右のセンターバックだったんですけど、途中から左のセンターバックに変わりました。左のセンターバックで出ても全然安定感はあって、前に出てボールカットしてボール奪ったりとか、まあ、あと攻撃のシーンでは、まあ、ビルドアップのシーンなんですけど、左にいるにもかかわらずこう右足のアウトサイドで縦パス出して味方につなげるみたいなシーンがあって、うまいことやってるなっていうふうに思いました。まあ、でもあんまり守備であんまりすることはなかったかなと思います。まあ、右センターバックで出て左センターバックでポジションチェンジしても特に問題なくできてたんで、非常に良かったんじゃないですか、その点は。そうですね、ちゃんと穴にならず、生きてたのが良かったと思います。そうですね、はい、で次がブリストルローバーズ戦。ブリストルローバーズ戦はフル出場と言います。この試合は、まあ、左のセンターバックで出場やったんですけど、右サイドバックがすごい寄ってきて、3バックっぽくはなるんですけど、まあ、左のセンターバック、4バックのうちの左のセンターバックで出場ということで、まあ、前半はほぼ仕事がなかったですね。でも攻め込まれなかったので仕事がなかったです。で、後半になってからは、シュートブロックしたりとか、ノーファウルでボール奪ったりとか、ドリブルを普通に止めたりだとかみたいな感じで、守備でめちゃくちゃ貢献できてたかなって思いますね。あとドリブルにね、すごいついていけるアジリティがあるのはいいなっていうふうに思います。でちなみにこの試合はクリーンシートでとても良かった。そうですよね、まあ、センターフォワードに入るボールカットしたりであったり、まあ、センターフォワードに入るボール前向かせずに対応したりとか、まあ良かったっすね。左でも右でもどっちのセンターバックとしてでもしっかりプレーできてるんで、まあ、ポリバレント性がかなりいいですね。はい、というのがブリストルローバーズ戦です。
で次が CCV ですね。CCV はブラックバーン戦、コベントリー戦、ハダーズフィールド戦、ノリッチ戦、それぞれ出場しています。すべてフル出場です。まずブラックバーン戦からですね。ブラックバーン戦はあんまり仕事なかったですね。ちょっとふわっとした縦パスを送ってたシーンがあって、それは良かったんですけど、まあ、あまり攻められなかったんで、正直仕事なかったなっていう感じです。まあ、前半、相手の前線のスピード速い選手がプレス激しくかけてきてたんですけど、まあ、それボールうまく、ボール扱えて、しっかりプレスいなせて、パスつなげてたんで、まあ、良かったですね、その点は。ファンが足元あるんで、その点で言ったら。って感じですかね、この試合は。次がコベントリー戦ですね。コベントリー戦はそうですね、いつもより攻撃の起点になるかなって、ちょっとだけドリブルで運んで前にボール進めるっていうのが何回か見られて、うん、今までそういうことはしなかったんですけど、それができてたのはすごい良かったなっていうと、まあ、いつも通り守備ではボール飛んできたら全部跳ね返してたんで、まあ、守備では安定感あったし、その上でいつもにはない攻撃の起点になれるっていう仕事ができたんで、まあ良かったんじゃないかなと思います。うん、高い位置にポジショニングしてる右サイドバックに対していい斜めのパス通せてたりとか、まあ、パスインターセプトして素早く攻撃につなげたりとか、まあ攻撃面で良かったですね、この試合は。うん、そうです。で、次がハダーズフィールド戦ですね。ハダーズフィールド戦はおそらくシーズンベストの出来で、うん、もうボールはめちゃくちゃ跳ね返せるし、で前の試合についてドリブルも普通に対応しててめちゃくちゃ運んで出たんですよね。で、まあ、守備の時はまあ跳ね返すだけじゃなくて、相手がこうペナルティエリア付近まで来たら、まあ、シュートブロックもするしみたいな感じで、うん、裏抜けの対応もできてたし、うん、って感じで、なんやろ、今ここでシーズンベスト出してくるか感じでした。うん、そうですね。まあ、この前の試合と、まあ、続けてしっかりサイドバックに対して斜め前にパス出したりとか、まあ、あとコーナーキックをちょっと流れたコーナーキックとかを頭でクリアしたりであったり、まあ、攻撃面でも守備面でも安定してたんじゃないですか。そうですね。うん、でも縦パスとかもね、良かったんですよね。縦パス出したりとか、うん、浮き球を出したりとか、本当に良かったんです、これから。そうですよね。はい、うん、もう、めちゃくちゃ良かったと思います。で、次がノーリッチ戦ですね。ノーリッチ戦は、まあ、さすがにハダーズフィールド戦ほどは良くはなかったんですが、まあ、それでも、うん、まあ、自陣で相手のプレスをかわしたりとか、まあ、ハイボールはいつも通りすり勝つというか、もう飛んできたボールは本当に全部すり勝ちました、全部跳ね出しました、うん、っていうのプラスすり勝った後にボールを自分のものにしてタッパスを出してるみたいなこともあって、まあ安定感はすごいあって、まあ前の試合ほどじゃないですけど良かったなっていう感じです。うん、まあ、スペースへのボール先に触って、まあ、体張ってボール守ったりやったり、まあね、まあ、相手1人少なかったんで、だいぶディフェンスラインで自由にボール触れてたんですけど、まあ、それでもしっかりボール運んで、パスも出せたり、まあ、攻撃としても、まあ、良かったんじゃないですか。ゴールの起点にも、本当にゴールの一番最初の起点にもなったりとかしてたんで、うん。まあ、なんか、良くなってますよね、この何試合かは。この何試合かすごい。うん、自分がボール持ってるのにいろいろできてるのがいいなって思います。うん、今までは結構簡単にボール蹴ったんで、それをしないでちゃんとつなぐ意識があるっていうのはすごいいいなっていうふうに思います。まあボールも持ち運んだり、まあプレス弱かったら持ち運べたりできてるんで。そうですね。うん、あとパスもね結構出せてるので、うん、グラウンダーのパスでも浮き球のパスでも結構いいボール出すようになっていたので、ちゃんとここに来て成長しているのはいいなっていうふうに思います。うん、はい、で次がパロットですね。パロットはロッチデール戦とは二系ドンズ戦にそれぞれ出場で、ロッチデール戦は71分までの出場となっていて、まあ、この試合はそうですね、まあ、いつもに比べたら良かったかなとは思います。うん、
ボール奪って攻撃の起点になってるっていうのは何回かあったのと、ペナルティエリア付近でボールを運べてるのか、サイドでボール運んだりとかという感じで、まあ、攻撃に貢献はできてはいたと思います。なんでいつもより良かったと思うんですけど、正直ね、やっぱ 9.5 番ロールはやめてほしいなっていうのは個人的な感想です。まあそうですね、まあ良かったんですけど、ゴール強引に突破してゴール前で倒されたり、まあ積極性もあったんですけど、って感じっすね。はい、正直ね、なんか思ってんのとちょっと違うねんなという感じでは正直ありますと。で、次は MK ドンズ戦ですね。 MK ドンズ戦は、69分からの出場となっているんですけど、まあ一回言い抜け出しをしたんですけど、それがオフサイドになったっていう、動き出し自体は良かったなのが一個あっただけで、まあ、他は正直あんまりという感じですね。てかボールが来ないですねっていう、もうトップ下でしたね、この試合らしい。そうですね、ついにフォワードでも使われなくトップ下になっちゃいましたね。まあその後パロットはイップスイッチで使われなくなりましたね、まあ、U23 に出場したっていう情報もあったりとか、まあ、イップスイッチ自体がもう昇格も降格もかかってないんで、わざわざパロット出す意味はないんでね、まあ、このままシーズン終わるんかなって感じですかね。はい、そうですね。というのがパロットで、16分には全員話を終えたので終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。